シンデレラ前にあの前のこの一つ前のこうビジュアルティザーポスターがこの白目がないバージョンのあのあ黒目ですね、黒目がないバージョンのあのポスターだったので、そう家族が黒目を描いてみたらしいんですよ。めちゃくちゃ怖くなったって言ってて、まあ、それはちょっと家族の黒目が下手だったのかなと思うんですけど、まあ、今回は黒目が入っていてよかったなと思います。なんか他に思い浮かばない、他にオードリー・ヘプバーンぐらいしか思い浮かばなくて、ありがとうございます。いや本当土屋さんの表現力の高さに本当に驚いてしまって、え、いやしかもなんかすごいものを秘めてそうで、これをちゃんと映画で出せることができると、まあ、それはもちろんいろんな映画ありますけど、この映画で出してくれたりするとすごくパワーがこもった映画になるんじゃないかなっていう思いがあったので、はい、パワーがありました。そうなんですよね。それあの改めてこのご出演を決めたその理由というのをお聞かせいただいてよろしいですか。はい、まあ、本当だったら断った理由をこうお話ししないと伝わらない部分もあると思うんですが、まあ、ネタバレになってしまうので、出演を決めさせていただいた、理由を2つあるので答えたいと思います。1つ目は本当に、まあ、大吾という男性がいるんですけれども、その大吾はすごく重要な役で、で大吾を演じるのが田中圭さんということを伺ったので、なんか、あ、圭さんの大吾を、大吾さんを小春として、見てみたいというのが直感的な思いでした。でもう一つは、4回目に私の台本、私の前に台本が来た時に、なんか小春がこう泣いているというか、なんか誰かその私を見つけて、私を見つけて誰か自分の感情を伝えてほしいというか、そういうなんかこう迷子みたいな、なんかそういうような気持ちで泣いてる感覚があって、あ、これはやっぱり受けさせていただいた方がいいんだなとその時思いました。すごい方で、面白い方でした。まずすごいなって思ったのは、こう表現する、あ、言っていいのかなこれ、難しいところですね、これ、そう、まあ、すごい表現力が素晴らしくて、あとはその子役のココちゃんという方がいるんですけど、ココちゃんのこうやっぱものすごく辛い物語なので、現場がこうストイックな空気になったり、あとはちょっとシビアなシーンがあったりして、子供なので結構辛くなっちゃう時もあるんですけど、それをうまくこう気分を、ココちゃんの気分をこう上げていたりとか見守っていたりとか、なんかそういう姿勢にすごく感動しましたし、面白い部分はちょっとラブシーンが出てくるんですけど、ラブシーンでのことで、なんか今俺ここまではかっこよかったんだけど、ここからすごい俺かっこ悪くなってんのって言って、ずっと大丈夫なのかなっていうのをずっと気にしてらっしゃって、すごく和みました。